エディオンエディオンウエストデオデオサテライトナンバーワン、サテライトナンバーワンは中国放送制作で放送されていた公開ラジオ、番組、提供元でもある家電販売店の第一産業本店のサテライトスタジオより公開性放送が行われた。第一産業の創業25周年にあたる1972年5月7日にサテライト X の課題で放送開始。 新聞のラジオ欄には、ただいまタイトル募集中と番組名が掲示された。その後タイトルは一般公募が行われ、1000通の応募の中から同月28日にサテライトナンバーワンとのタイトルが決定。放送開始当初は日曜日16時からの1時間放送で、後に日曜日17時からの1時間放送になり、1988年4月27日まで、 放送された。最終回は枠を拡大して90分スペシャルで放送された。タイトルのナンバーワンはエディオンの源流会社の一つのデオデオの旧社名第1産業の第1が由来になっている。日本各地で評判だった広島発のサテライトスタジオからの放送で家電の売り上げ促進策の一環として電通と企画。電通経由で 中国放送に協力を依頼し、当時、ビクターミュージックホリデーで人気が出始めていた、柏村武明を起用した。番組開始当初は、木造の本店2階のオーディオ売り場中央に、サテライトスタジオが設けられた。当時のスタジオは、2畳ほどの金魚鉢みたいな簡易的な、ものだった。放送開始当時、来場者数の多さに、床の補強工事を行った話がある。 1975年6月22日の新本店をオープンで7階に本格的なイベント会場が設置され放送された。1975年8月、菓子村は中国放送を退社。土井マサルの個人事務所に所属するフリーアナウンサーに転身後も中国放送との優先出演を継続し、出演を続行。番組終了まで続投した。 ローカルブロックネット番組として成功を収め、聴取率も首位を維持。第一の視点網の充実に合わせてネット局の拡大や本店のサテライトスタジオの他にも第一の視点内や第一の視点がある地区のホールなどで公開録音が行われた。番組の企画で通開赤ヘル温度サテライトナンバーワンのレコードを制作、販売。 1977年には本が出版された。一番の人気コーナーとされていたのはコント昭和であり、最終回では同コーナーの総集編が放送された。1995年に菓子村安兵衛のサテライトナンバーワンとして復活。1年間放送した。本番組の終了後も RCC ラジオの日曜17時台は人気日曜500つないで、 三曲三洋路など、中国五県や三洋地方のネット番組の放送枠となり、人力日,日曜500は本番組から引き続き、第一の提供で放送した。詳しくは、菓村武明の子を参照のこと。パーソナリティは、菓村武明。アシスタントは放送開始当時に公募を行い、女子大生、主婦、OL、高校生などがアシスタントを務めた。 1975年4月より、林武洋子が出演。1985年4月まで出演した。その後は、ヤングスタッフと称したアシスタントを募り、斉藤真希子、松村国博が出演した。なお、出演回数最多のゲストは、村下光造であった。第一の店舗も拡大に合わせて、制作局の中国放送のほか 1974年4月から山口放送、少し遅れて山陰放送、1976年4月から南海放送、1977年4月から山陽放送で放送開始、ブロックネット番組になった。1985年4月には、さらなる第一の店舗網拡大により、九州朝日放送でも放送された。 西日本放送でもネットしていたが、1987年3月で打ち切られた。秋田放送でもライターオフ編成時に各地のローカル番組を週替わり放送していた。ラジオスペシャルで不定期放送したことがあったが、ローカルスポンサーによる放送だった。放送開始当初は第一産業本店。後にハイライフプラザ第一産業本店。 第一本店と放送期間中に店名はいくか変更されている。5月14日放送、5月21日放送も同様。5月28日放送分から新聞掲載もサテライトナンバーワンとして掲載されている。2000年代にサテライトスタジオは7階から8階に移動。吉本神谷町劇場として2017年4月に 本館建て替えに伴い、閉館するまで使用された、橋田の彦とエンドレスのボーカル。1975年から1985年に本番組のアシスタントを担当。柏村と結婚した後は引退したが、2015年に歌手活動を再開した。ABCDEFGHIJ、中国放送の50年その時。 いつもそばにいたに三3 8ページ ABCDEFG マスコミ人の裏話から105ページ,年月日ページ中国新聞長官ラジオ番組欄から1972年5月7日11ページ中国新聞長官ラジオ番組欄から1972年5月14日10ページ中国新聞長官ラジオ番組欄から1972年5月21日11ページ 中国新聞長官ラジオ番組欄から1972年5月28日10ページ。ABCDEFGH。中国放送の50年その時。いつもそばにいた239ページ。ABCDEFGH。中国放送の50年その時。いつもそばにいた240ページ。ABC ラジオパラダイス1988年6月号。P67。 さよならサテライトナンバーワンハット AB、私とデオデオ5、サテライトナンバーワンは一生を捧げた仕事。もう一度、あの番組を新しいデオデオでやってみたい。柏村竹明さん、陽子さん中国新聞長官2012年6月8日24ページ、広告。中国放送の50年その時、いつもそばにいた237ページ ABC。 マスコミ人の裏話から106ページ、ラジオライフ1981年5月号、P77。ありがとうございます。